会人になって結構しんどいなとかですね、理想通りいかないなってこともたくさんあると思うんですけれども、トピックの財政はもういよいよそこをついてですね、なんとファーブルが14歳の時に一家離散ですよ。日々のパンにも困ることになり始めた。人生は恐ろしい地獄になったと思います。皆さんこんにちは、偉人研究家の真山智之です。今日はアンリ・ファーブルについてお話したいと思います。アンリ・ファーブルといえばですね、フランスの昆虫学者として知られています。昆虫王って、ね、その風に呼ばれたりもします。例えばエジソンが発明王って呼ばれたりとかですね、あと他にもメディア王って呼ばれる偉人がいたりとか、なんとか王っていう偉人はまあいろいろたくさんいるんですけれども、昆虫王っていうのはなかなかね聞き慣れないと言いますか、ちょっと王という割には優しげな感じがするんですけれども、ファーブル自身はですね、結構過酷な幼少期を過ごしました。そんなファーブルの話を今日はちょっとしてみたいなと思います。ファーブルはですね、南フランスのすごい寒い村に生まれました。そこでですね、結構生活が苦しかったんですね。で、弟が生まれたことで、ファーブルの家全体の家計が苦しくなってきてですね、それでまあ、父方の祖父母の農家でファーブルは過ごすことになります。そこでですね、まあ、このチャンネルでは偉人の裏側だったりとか、まあこう知られざる劣等生だったりとか、そういう偉人のコンプレックスだったりとか、そういうのをちょっとお話していきたいなと思ってるんですけれども、ファーブルの場合は自分が悪いというよりも、すごく家庭環境というか、家庭の財政状況が良くなかったっていう偉人なんですね。何が良くなかったかって言って、お父さんがすごくちょっとやっぱり問題があって、安定した職業に就かないと。で、まあそこはまあ仕方がないとしても、ちょっとこう山っ気がある人でですね。で、ファーブルのお父さんは、まあ、自分はこんな田舎にいるべきじゃないという考えてですね、都会にこう売って出るわけですよね。まあそのこと自体はもちろんいいんですけれども、ファーブルはですね、そのちょうどファーブルが9歳の時にお父さんがですね、村の生活に見切りをつけて街に出て行ってですね、カフェ経営に乗り出すわけですよ。今でもそういうパターンって結構あるじゃないですか。サラリーマンを辞めて脱サラしてカフェを経営すると。そういうことあるんですけれども、ファーブルの父もまさしくそういう形でですね、自分に特に何のスキルもなかったもんですから、そういうことであればできるだろうと多分考えてですね、打って出たわけですけれども、当然こううまくいかないわけですよ。と言いますのも、ファーブルのお父さんっていうのはこう接客も苦手だった上に、まあ、料理もあんまりうまくなかったですね。じゃあなんでやったんだって話なんですけど、そういう、ちょっとこう、自分が出ていきたいっていう野心家だったんでしょうね、ファーブルのお父さんっていうのは。ただ、それがまあ失敗して、まあ本人はまあ自分の好きなことやって失敗する分には構わないんですけれども、家族がいますから、で、ファーブルはですね、そこでお父さんが失敗したことで、まあ店を開いたり、まあ閉じたりこう、繰り返すわけですよ。うまくいかないなっていうことで。そういうことでですね、ファーブル一家の財政はもういよいよ底をついてですね、なんとファーブルが14歳の時に一家離散ですよ。全員バラバラになってしまうという状況になってしまうんですね。お笑い芸人のキリンの田村さんがホームレス中学生っていう本を書いてベストセラーになりましたけれども、ファーブルはまさにホームレス中学生のもう本当に代表的な偉人といいますか、14歳ですからね、まだ。その状況でもう宿泊する場所もないままですね、ファーブルは土木作業員をしながら生きなければならなかったんですね。そこでですね、ファーブルすごく辛くてですね、当時を振り返ってこう言ってるんですね。日々のパンにも困ることになり始めた。人生は恐ろしい地獄になったと。そりゃそうですよね。中2とか中3の頃ですから、そこで一人で生きていかなきゃいけない。そうなったわけですね。そこでまあファーブルはレモン売りをしたりとかですね、鉄道の建設作業なので過酷な日々をこう送るわけですよ。まあそこでですね、まあそれでなんとか日々働きながら食べていくわけですけれども、ある日ですね、ファーブルはこう仕事を終えてですね、こうお腹ペコペコになった時に、本屋でですね、すごくいいなと思う刺繍と出会ったんですね。ただですね、これを買ってしまうと、食事は取れなくなってしまうんですよ。もう今日の食費がないわけですから。そこでファーブルはこう葛藤するわけです。どうしようかなと。本を買うか。いやー、でもやっぱ食事、でも食事大変ね、取れない状況で、刺繍なんて買ってる場合じゃないですから、食事を選ぶのがまあ、無難かなとは思うんですけれども、ファーブルはこういうふうに思ったわけですよね。今夜はパンを食べたとしても、決して満たされないものが心の中に残るだろうと。ファーブルはですね、胃袋の上よりも心の上を満たすことを選びます。そこで人であって、言葉と出会う。そこでやっぱり生きていく力をもらうわけですよね。だからこのファーブルの選択っていうのが、今後ファーブルが分泌業で生きていくっていう一つの契機といいますか、まあ、そこの原体験としてあるのかなというふうに思いますね。まあ、そういう過酷な生活をしているからこそ、そこに価値を見出したっていうところもあるとは思います。そこでですね、ファーブルは本当そこで悲惨な青春時代を送るわけですね。ただ、ファーブルの心を支えたものが刺繍以外にありました。それが昆虫だったんですね。ファーブルの過ごした街っていうのは少し自然が豊かな南フランスのプロバンス地方だったので、昆虫たちがフランスの中ではすごく多い方、自然が豊かなところなんですね。そこでですね、ファーブルはこういうふうに思うんです。こんな情けない、苦しい状況の中では、昆虫への愛も消え失せてしまおうというものである。だが、決してそうはならなかった。
昆虫を愛する気持ちは生きるか死ぬかという時でも私の中に生き残った。つまりファーブルは辛い毎日が辛い中でふと地面を見る、ふと目を空にやると昆虫たちがそこにうごめいている姿を見て、そこで生命のたくましさだったりとか自然の美さだったりとか、そういう自分が生きていくという意味をですね、そこに言い出したのかもしれません。何かこう、そこにファーブル自身が心の支えにして生きていかなきゃいけない、もうパン もう食べれないような状況ですけれども、そこで前を向いて生きていこうというのをファーブルはそこで昆虫から力をもらったわけですね。なのでそこからファーブルは少しずつ人生が好転し始めるんですけれども、これ相当長い期間かかります。まず最初は師範学校というところで学校のですね、小学生を募集していることを知ります。そこで16歳で受験、一番で合格します。もともとファーブルっていうのは小さな頃から理髪なことを知られていて、そういうまあ文章を読んだりする力もあるしっていうところで受験には受かるんですけれども、そこからファーブルは教師としてのキャリアを積んでいくことになります。18歳の時に小学校の教師になりますね。そこで経験、小学生に教えていくと。そこでももちろんファーブルはすごくですね、楽しい授業をやったわけですね。ただ楽しいだけじゃなくて、ファーブルは結構厳しい一面もあったんですけれども、その中に必ずですね、そういう昆虫の話だったりとか、何かこう、身の回りのことを知れるような、自分を取り巻く自然を分かるような授業をファーブルは心がけたそうです。ここで、20歳の時に、同じ教員のマリーと結婚して、女の子が生まれます。そうしてですね、まあ、苦しい中でも教師への道と活路として歩んでいくという人生をファーブルはそれから送るんですね。ただですね、この女の子が生まれたんですけど、これも1歳で亡くなってしまうんですね。すごいファーブルって結構その前半戦、すごく、辛い時期が続くんですね。ファーブルはその娘さんが亡くなった時に、こんな風に言ってるんですね。ほんの何日か前には、まだお前のためにこの上もなく、楽しい計画を立てていたというのに、私はお前のためだけに働いていたというのに、勉強中もお前のことしか考えていなかったというふうに後で書いてるんですね。そういったあの辛い経験が、まあ、ファーブルはいろいろ待ち受けていたんですけれども、そこは結構勉強によって乗り越えていく勤勉さがファーブルにありました。そこでファーブルは勉強に打ち込んで数学の学士号を取ります。そして物理の学士号も取得すると。そういった形でですね、少しずつですけれども人生を肯定させていく。それでも中学校の教師に上がってもですね、15年間昇給がなくて出世がなかったりとかですね、まあ、結構そこから先もしんどい人生が待ってるんですけれども、やっぱりファーブルの心の中で自分には好きなものがある。それが昆虫ですよね。昆虫をずっと愛する気持ち、自然を愛する気持ちっていうものを支えに、数々の困難を乗り越えて54歳の時にですね、我々がよく知っているファーブル昆虫記を出版します。そこからはすごく研究者として実りある人生を過ごすわけですけれども、まあなかなかそこまではすごく幼少期も含めてたくさんの壁がありました。ただそういう壁があったからこそ自分の好きなものに気づけたりとか、些細な幸せをすごく大きなものに捉える、見過ごしてしまうようなこともちゃんと気づけるっていう自分自身の感性をこう磨いていったのではないかなと思うんですね。人生に対する感性ですよね。その幸福を拾い上げる力、前に進む力っていうものを、ファーブルは、まあ、決してそういう、楽な人生ではなかったけれども、まあ、そういうしんどくて辛かったからこそ手に入れたものがあるのではないかなというふうに思います。なので、なかなかうまくいかないことの方が多いじゃないですか。だから、まあ、その中で、まあ、何か自分の中で支えになるようなもの、それは仕事にしなくてもいいと思うんですよ。なんかこう趣味とかでもいいですし、なんかちょっと好き、まあ、もちろんファーブルも初めはそれを仕事になるなんて思ってもいなかったわけですから、ちょっとしたこと、何か心惹かれるもの、心を少し動かされるもので、ちょっと気持ちが楽になるようなものっていうものを、何かっていうのをしんどい時ほど見つめ直して、そこでですね、その時間を大切にすることによって、そういう辛い現実を乗り越えていく、もしくはやり過ごしていくっていうパワーをもらえるんじゃないかなというふうに思います。前回はアインシュタインの話をしました。そこではまあ就職活動がすごく、アインシュタインも天才と言われる物理学者ですらもですね、就職活動うまくいかなかったって話をしましたけれども、今回はアンリ・ファーブルの話をしました。社会人になって結構しんどいなとかですね、理想通りいかないなってこともたくさんあると思うんですけれども、特に今3月4月ですか、まあ、状況変わる人もいると思うんですけれども、何かそういう、ちょっとした気晴らしだったりとか、あまりその困難に向き合いながらも、そこだけじゃないところで少し気をそらしながら、やっていけばですね、思わぬ活路が見出したりとか、日々は、少し楽に過ごせるんじゃないかなというふうに思います。今日はそんなアンリー・ファーブルの話をしました。これからもですね、そういう偉人の裏側だったりとか、そういう少し偉人の勇気が出るような話をしていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いいねボタンを押していただけると更新する励みにもなりますので、ぜひ、よろしくお願いします。で、今度ですね、4月に、笠間書院から、偉人名言名言辞典というですね、本を出版します。名言名言っていうのは、名言っていうのはいい言葉の名言という意味と、迷う言葉ですね。偉人らしからぬ泣き言とか愚痴とかを、まあ、名言、迷う言葉というふうに定義しまして、
偉人名言名言辞典という本を、この度4月中旬ぐらいですかね、書店に並びることになりました。もう Amazon の方では予約スタートがしてると思うんですけれども、ぜひですね、ご興味ある方はご覧になっていただければなと思います。僕の好きなアインシュタインだったりとか、アンリ・ファーブルとかですね、総勢100人の偉人たちの言葉が入ってますので、何か4月から心機一転、新しい環境に行ったりとか、新しいスタートを切る方にはぴったりの本かなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。小山智之でした。